24時間後に何秒ずれるかの比較動画です。まずは準備からです。残量を確認する方法はないのですが、直前にゼンマイを巻いておきました。パワーリザーブのメモリを見てもらえばわかりますが、最大近くまで巻けています。アテッサは A ボタンを押して確認します。メモリが3を指しているので最大近く残量があります。ザ・シチズンはボタンを押して確認します。3を指しているので電池の残量は最大近くあります。7時から計測スタートです。直前に合わせているのでほとんど誤差はありません。AT818163W は非受信時月差プラスマイナス15秒、 AQ402054W は年差プラスマイナス5秒です。 SBGA211 は平均月差プラスマイナス15秒、 SBGJ237 は平均日差プラス5秒からマイナス3秒です。24時間後の映像です。7時でちょうど24時間です。最後に動いていると確認しづらいので画像で確認したいと思います。アテッサを基準に SBGA211 は最初に設定した時の誤差の範囲内ですが、 SBGJ237 は10秒進んでいます。 AQ402054W も全然ずれてないので、クォーツの制御をしている3つの時計は優秀ですね。メカニカルがカタログ数値の倍ずれているので精度の点ではちょっと落ちると思います。果たして1週間でどれだけずれたのか。7時で1週間です。7時で止めた画像で見てみましょう。注目は SBGA211 です。ちょっと分かりづらいので拡大した映像で。1分後の止めた画像です。アテッサを基準にしています。2分後の止めた画像です。さすがのザ・シチズンです。ザ・シチズンとスプリングドライブの SBGA211 の精度がすごかったです。ご視聴ありがとうございました。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。